はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、またというかちょっと久々かな、草加にございます鷹の目さんのね、もう本店、こちらにお伺いしております。で、現在時刻が9時過ぎということで今ね、鷹の目さんでは週末の土日限定で朝6時から9時と早い時間から限定営業しておりまして、ただいまね、本店さんで提供しているのが濃厚煮干しという、まあね、混ぜそばかな。で、本日はね、そちらのメニューをこちら2丼すり鉢でね、ご用意いただきました。と言っても同じメニューではなくて、こっちがね、本日提供されていた通常の濃厚煮干しで、こちらが特別にね、お作りいただいた牡蠣が混ざったさらにね、濃厚な煮干しの混ぜそばとなっております。各杯ともね、茹で前が麺 700g でご用意していただいておりますので、早速ですね、こちらの混ぜそばを食べ進めていきたいと思います。それではいただきます。ひとまずこちらね、提供されておりました濃厚煮干しの方からいただきたいと思います。うん、うわぁ、うまそうよ。全部混ぜたいなぁ。よいしょよいしょ、うまそう。よいしょ、うわ、煮干しの匂いが濃いなうわ、めちゃめちゃこれ濃厚っすね。香りがやばい。煮干し濃、めちゃめちゃ煮干しが濃い。うん、うまいマジでね、二郎系のお店が作る煮干しのメニューのレベルじゃない。で、これね、このチャーシュー、レアチャーなんですけど、抜群に火入れがちょうどいいんですよね。うまっ、柔らかい。うん、何枚でも食えんな、これ梅さん、めっちゃうまいっす。めちゃめちゃうまいっす。さすが梅さんが寝ずに仕込んだだけありますね。ちょっとね、こっちよいしょ、見た目はもちろん一緒なんですけど、牡蠣がね、混ざったさらに濃厚な煮干し混ぜそばですね。ちょっとね、先に混ぜないと下に全部吸っちゃうので、こちらもね、混ぜていきたいと思います。いや、これもうまそうだなうわ牡蠣の香りすごっ、こっち。そしたらまだね、こちらも完食前ではございますが、一口ね、牡蠣もいただきたいと思います。うん、うわ、こ、濃厚やっぱりね、こっちの煮干しだけのよりも牡蠣が加わることで濃度も上がってるし、パンチ力、これがね、ものすごく強いです。で、またスープ系じゃなくて、この混ぜそばだからこそ、よりね、ダイレクトにその牡蠣と煮干しの香りが飛び込んでくるんで、いい意味でね、その臭いものが、濃い系の臭いものが好きな人は絶対たまんないと思います。僕はたまらないです。デフォルトの煮干し混ぜそばももちろんね、マジで美味しいですね。そしたらね、ちょっとこれに合わせられるトッピングがあるみたいで、今回ね、いただいたんですけど、こちらがね、煮干マヨということで、これを入れてね、よりジャンク感と煮干し感をね、増していきたいと思います。あ、これ絶対うまいやつだな。あ、うまそう。いただきます。
まうーまやっぱりね、ジャンク感も増しますし、まろやかさもね、上がるんで、本当にこの二郎系の良さみたいな部分がさらにね、際立つので、このトッピングマジでうまい。重量感がえぐくなりました。重さがやばい。でもこれ改めて朝飯に食う量じゃない量食ってんな。朝ごはんに茹で米1400はやばい。今回ね、僕がお願いしましたけど、まあ頭おかしい注文したなと。痛風マッシュラスよこんなの。今ねこちらの麺は完食いたしました。ちょっと こっちで煮ぼまを入れたら不思議と牡蠣があっさりに感じちゃいますね。煮ぼまえ重すぎ、マジで。で正直その普段だったら台食えるとか、まあちょっとぐらい麺増ししても全然いけますよみたいな人だったら、この濃度だと小でも結構苦しくなると思います。ガゴメが美味しい。これね、ガゴメ昆布、これがね、なかなかいい味出してますね。いや、まあそれにしてもね、お腹いっぱいできましたね。本当はね、動画なので皆さんに紹介したいんですけど、申し訳ないんですけど、追い飯やめていいですか？もう朝から戦いたくないんで、追い飯はちょっと中止でお願いします。じゃあちょっとね、もう麺の方はほとんど、てかもう全てね、食べ終わりましたんで、残りの具材をいきたいんですが、濃いねー。濃いねー。ということでね、ただいまね、具材は全て完食したんですが、なんでかわかんないですけど、まだ発作は来てないんですけど、親指がビリビリする気がする。ちょっとね、この底の部分のね、タレはちょっと今回はね、残しつつ、もうここがね、一番美味しく食べきれるところということで、まあ具材はね、全て完食いたしましたので、今日はこちらでごちそうさまでした。ということで、例えばね、鷹の目さんの方で限定営業、まあ、朝営業をしているこちらのね、限定メニューの煮干し混ぜそば、濃厚煮干し、ものすごく美味しかったです。今までも、まあ、通常の営業の限定とかでも、本店の方はね、最近は煮干しによってる傾向があると思うんですけど、鷹の目さんいろいろ店舗がありまして、店舗によってね、全然この朝営業だったり、通常の営業時の限定メニューなんかも、もうね、お店によって全く違うので、気になる方はね、ぜひね、この鷹の目さんでラーメンももちろん美味しいんですが、こういったね、限定メニューも楽しんでいてください。こちらの朝の営業に関しても、常に毎週買えるわけではなくて、まあ、およそ1ヶ月だったりとか、2ヶ月だったりとか、ある程度のね、期間で提供しているメニューになりますので、気になる方はね、まあ、公式 Twitter とかを確認しながら食べたい限定を探して、皆様のね、この鷹の目さんに足を運んでみてください。いや、改めてありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、そしたらね、あともう30分ぐらいで通常の昼営業が始まりますので、急いでね、僕は片付けたいと思います。それではお疲れ様でした。